30日後に美ボディになるアイドル研究生よってライラです。21日目、今日はひなチャンネルさんの足痩せトレーニングをやっています。ストレッチと筋トレがどっちも混ざったものになってます。これはスクワットですね。30倍速ぐらいだからすぐ終わっちゃってるけど結構やってます。じゃあお尻痩せです。お尻がすごいちょっと上がってきた感じします。これはワイドスクワット、はい、ストレッチ。その後今日は結構走りまして、ランニングとウォーキングをしました。朝ごはんはこんな感じ、結構食べましたね。はい、お昼ごはんその分、今夜ごはんなんか冷凍のチャプチェがカロリー低くて美味しそうだったので買ってみました。なんで、多分脱水しちゃってその後水飲んだからだと思います。明日からむくみ抜き生活、今日はありがとう。